オンラインでの集客力さえあれば場所はどこでも関係ありません。この絵画教室は本当にすごくて、毎週のように生徒さんが増えているようです。こんにちは、画家の黒沼です。今回はアナログ派の画家でもネットを学ぶべしというテーマでお話ししていこうと思います。オンライン集客の力が身についたらどんなことをやってみたいですか？前にこんなアンケートを取ったことがあるんですが、とても素敵な回答をいただいたので今回シェアさせていただきます。いろいろな回答をいただいたんですが、特に多かったのが絵のワークショップやライブペイントのイベント、絵画教室への集客、個展への集客、こういった答えでした。オンラインでの集客力が身につけばオンライン絵画教室が売れるのはもちろん、こういったリアルの場でのイベントへの集客にも使えます。実際私もこれまで百貨店での展示で様々なワークショップをやりましたが、かなり盛り上がってとても楽しかったです。似顔絵を描いてプレゼントするイベントや、絵の制作プロセスを解説しながら見せるようなイベントもやったことがあります。ビジネス的な意味でもワークショップは意味があると思います。私がワークショップをやったのは百貨店でしたが、オンラインでの集客力さえあれば場所はどこでも関係ありません。貸し会議室でも美術館のラウンジでも、もちろんレンタルギャラリーでもどこでもいいのです。実際私の友人でもオンラインの集客力を生かし、子供向けの絵画教室で生活している画家さんもいます。この絵画教室は本当にすごくて、毎週のように生徒さんが増えているようです。リアルの場所でやる強みはその地域の一番になればいいということです。八王子に住んでいる方はわざわざ遠くの絵画教室を選んだりしません。八王子で良さそうな教室があればそこに通うわけです。例えば八王子絵画教室というキーワードであなたのブログが一番になっていれば、八王子に住む絵画教室に行きたい人を総取りすることができると思います。ブログを持っていなくても八王子絵画教室というキーワードで Google 広告を出せば同じような効果を得ることもできます。このようにブログも SNS もオンライン絵画教室もやっていないアナログ派の画家さんであっても、オンラインの集客力は役に立つのです。現在あなたの絵をまず1枚売るための無料の講義動画をプレゼントしております。こちらでは YouTube では公開していないようなよりディープなお話もしています。画家を目指す皆さんにとって役に立つ情報盛りだくさんなので、ぜひ動画下の説明欄のリンクから LINE の友達登録をしてみてください。今回の動画が役に立ったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回まで、さようなら。